おすげえ。今からですね、お二方にちょっとこだわり聞いていきたいと思います。早速あちらでボール蹴っていただいてるみたいなんで。あ、どうもこんにちは、スパイクメンサーの小江と申します。本日よろしくお願いします。お願いします。以前あの松本選手はあの、はい、記事の時にちょっとお話聞かせていただきまして、はい、その説はどうもありがとうございました。ありがとうございました。森島選手はあの初めましてということで、本日よろしくお願いします。お願いします。で今回ですね、あの俺のこだわりスパイクという企画でございまして、お二人の履いているスパイクについてちょっとお話聞いていきたいと思います。はい、はい、最初ちょっと、まあ、体温める意味みたいな感じでちょっと軽く3人でリフティングするっていうのはいかがでしょうか。はい、お願いします。あ、お願いします。はい、僕はあのリフティングだけは得意なんで。甘いですか。はい、僕逆に全然得意じゃないんで。あ、そうなんですよ。危ない、はずいな、緊張すんなこれ。うん、あ、安定してる。いや、やってくるか、仕掛けてきた。おお、緊張するな。よし、おお、すげえ。もうやめてください。もうやめてください。森島選手が測れているのがフューロン、はい、で松本選手が測れているのが442ということで、はい、それぞれちょっとこうコンセプトなり、あとフィット感だったりいろんな違いがあると思うんですけど、そこら辺の履き心地とか気に入っているポイントについてちょっとお話聞いていきたいと思います。というわけで森島選手よろしくお願いします。お願いします。まあ、今現在測れているこのフューロンなんですけど、はい、具体的にどういったところを気に入ってますか。自分は試合中にスピード出したいって思ってるんで、はい、まあ、スパイクが軽ければ軽いほどいいと思う、自分は合ってると思うんで、はい、とりあえず一番は軽いっていうのと、まあ、あとは初めて履いた時とか、はい、結構足痛いなと思うんですけど、このスパイクは結構最初から痛くないし、まあ、履いていけば履いていくほど馴染んでいくんで、まあ、すごく本当に今までで一番合ってるスパイクかなと思います。おー、なるほど。でもその軽さっていうところはミッドフィルダーとしてプレーする中でやっぱピッチ動き回るっていうところで大事ですかね。やっぱそうですね、チームとしてやっぱり結構走るチームなので、はい、まあ、プレースタイルに合ってるなって今思いますし、まあ実際やっぱりみんな持っても軽って言ってくれますし、お、今自分に合ってるスパイクはこれかなと思います。ほほほ。チーム内でこのスパイクについて話したりとかあるんですか、そういうのって。まあ、やっぱ練習後、まあ、ストレッチしながらグラウンドで喋るときあるじゃないですか。あ、はい、スパイク貸してやみたいなのあるから、その時とかに、まあ、軽いねとか、はい、でみんな履いてみても結構柔らかいんで、うん、まあ、すごく履きやすいって言ってくれるんで、へ、まあ、他の人から見てもいいのかなと思います。実は他のメーカーのスパイク履いてる選手からもちょっと足入れしてもらったりとかもあるって感じですか。そうですね。その時も結構好評というんですか。はい、まあ、今は本当にいいよって言ってます。すごい。あと、まあ、森島選手と言いますと僕的にはあの前のモデルのちょっと紫ブルーっぽい色に紐がオレンジになってるやつ、ちょっと長く入ったイメージあるんですけど、そうですね、あれはやっぱ自分的にめっちゃ気に入ってたって感じなんですか。シンプルに色が好きで履いてて、でも柔らかくなっても自分の形になったんで、はい、結構長いこと履くことが多いんですよね、一つのスパイクを。なるほど。じゃあ青系が個人的に、青か赤がいいんですよね。あ、青か赤ってこと。なるほど。今回はちょっとどうですか、これは。今回はちょっとオレンジなんで、はい、オレンジなんですよね。個人的にはじゃあもうちょっと赤っぽい感じの方が良かったってことですか。そうですね。でもまあ結構派手めで。そうですね。あとじゃあ今回のフューロン、あのここのインステップのところはですね、結構こうカバーシステムといいますか、はい、これができて多分、まあ、インステップの蹴り心地とかが結構一風変わった設計だと思うんですけど、確かにここの感触とかっていうのはいかがですか、蹴ってる時とか。そうですね、自分的には結構無回転とか、はい、縦回転とか、まあ、意識して蹴ってるとこあるので、はい、まあ、それが今蹴れてるっていうのはこのスパイクのおかげかなっていうのもありますし、うーん、まあ、キックに自分的には特徴だと思ってるんで、キックが、はい、まあ本当にこのスパイクに引き出されてるのはあるかなと思います。なるほどですね。じゃあ現状
森島選手にとってはもうベストスパイクって言っちゃってそうですね大丈夫ですか結構プロ生活で結構入ってきましたけど、はい、今このスパイクが一番合ってるかなと思います。松本選手よろしくお願いします。お願いします。何年ぶりですかね。結構ぶりですよね。5年ぶりぐらいですか。5年ぶり、あ、多分2年目の時にやったんで。ああ、なるほど。今年7年目なんで。あ、ということなんですね。5年間ぐらいですね多分。いや、その説はどうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今回442にちょっとついてお話聞いていきたいなと思うんですけど、はい、松本選手といえばもう高校時代からニューバランスのスパイク入ってたじゃないですか、はいはいはい、でそこからプロ生活ずっとニューバランスのスパイクで、はいはい、でこう代表にも絡んだりとかって感じで、すごいなんかこうニューバランスのスパイクとともにこうサッカーキャリア歩まれてきたんじゃないかなとか思うんですけど、はい、今回のこの442の V2 は履き心地とか今までのニューバランスのスパイクと比べていかがですか。なんかすごいフィット感が良くて、はい、僕高校3年生の頃から履かせてもらってるんですけど、はい、年々履き心地がどんどん良くなっていってる印象が僕はありますね。おやっぱあの時はあの生地の時はちょっとテケラっていうまた人工のタイプちょっと履かれたと思うんですけど、はい、あそこからまた442でまたこの442V2 で、はい、ぶっちゃけると松本選手的にはやっぱりこのカンガルーレザーのスパイクの方が好きというか好みに合うって感じなんですかね。そうですね。なんかその前テケラの前も442ありましたよね。はい、あ、そうですね。あのビザロっていうカンガルーのやつですよね。それ履いてて一回テケラに変えたんですけど、はい、やっぱなんかこっちの方がしっくりきてこっちにまた変えたっていう感じなんですけど、はい、やっぱ僕はめっちゃ好きで、うん、なんか足に一番馴染むかなっていう感覚があるん で、はい、で今ではもうなんていうかこれ以外なかなか履けないなっていう、革以外は履けないかなっていう。感じはしますね。足なじみのスピードとかその革が自分の足にフィットしてくる感覚とかっていうのはどうですか。その割とすぐなじむとか時間をかけて徐々にみたいなイメージとかっていうのは。そうっす。いやもうなんていうか新品で、はい、これも今日新品で履いてるんですけど、はい、もうすぐ自分の足になじんでる感じで、新品感がいい意味でないっていう感覚が僕の中であって、あ、じゃあもう履き始めてスッと。そうですね。で僕比較的なんていうか、はい、靴ずれが多いタイプなんですけど小学校の頃から、けど全くこのニューバランスさんになってから、はい、全く靴ずれとかもなくサッカー生活過ごせてるんで、お、本当感謝です。じゃあもうバッチリ気に入ってるってことですね、はい、そうですね。なるほどなるほど。やっぱミッドフィルダーとして結構ハードワークするじゃないですか試合中。松本選手その中で、はい、そのスパイクの軽さっていうのはどうですか。そうですね、僕のタイプ的には運動量を生かすタイプなので、はい、やっぱ軽いとすごいありがたいですし、うん、より走れるので軽くなったのですごい、はい、履き心地もいいですし、ダメな点が一個も見当たらない感じですね。はい、僕からしたらもう、はい、ベタ褒めっていう感じで、はい、僕はすごい好きです。あのちなみに結構翔平高校 の、あの、はい、後輩の方たちもこの442履かれてるんですけど、はいはいはい、なんか今もやっぱり翔平のこの結果といいますか活躍といいますかやっぱ日々チェックされてるんですか。そうですね、結構選手権も見ましたし、はい、インターハイとかの県予選とかはなかなか情報入ってこないんですけど、はい、全国大会からとかはインターハイとかも入ってきますし、あとは今年で、はい、からプレミアなので。そうですよね、それもなんかすごい情報とか入ってくるので、僕の時とかは、はい、まあ、高2の時1回プリンス上がったんですけども、落ちて、高3の時は本当県リーグだったので、本当改めてすげえなって思います。すごいですよね、はい、なるほど。いやこれ後輩たちの活躍もちょっと楽しみってことですよね。はい、すごい楽しみです。まあ、ミッドフィーダーとしてこうプレーする中で多分、はい、スタッドのグリップというところも大事になってくると思うんですけど、はいはい、ここら辺とかはどうですか、ポイントの刺さり具合とかは。これは多分 HG なんですかね。あ、そうですね、多分 HG なんで、はい、普段履いてるのは FG なんですけど、はい、僕あんま滑ったことなくて、はい、なんですごいなんか僕全然スパイクとか詳しくないんですけど、はい、いいのかなって感じてます勝手に。おー、もう滑らないって。すごい滑らないでしっかり切り返しもできますし、はい、比較的雨の日も固定スパイク使ってるんで、おー、なんでいい意味で取り返し機を使わなくて済んでるかなっていうのもあります。もう年間通してもほぼ使わないって感じですか、取り返し機。ほぼ取り替え使わないでほぼ固定ですね。うん、で雨の日でも全然いける。全然固定でいきます。じゃあもうスタッドのグリップもバッチリってことですね。僕からしたら問題ないかなと思います。
はい、というわけで、お二人が履かれているスパイクについてちょっとお話聞かせていただいたんですけども、はい、まあ、森島選手はヒューロンめちゃくちゃいいっていうお声いただきましたし、はい、松本選手はもう方法2めっちゃいい、もう申し分ないみたいなところご感想いただいたんですけど、これ多分見てる視聴者の方はじゃあどっちもめっちゃいいならどっち選んではいいなみたいな、ま、迷われる方も多分中にはいると思うんで、お二人それぞれならではのおすすめポイントだったりとか、あといや俺のスパイクの方が絶対いいぜみたいな、こうなんか掛け合いとかももし生まれたらなんかすごい動画として面白いなと思うんですけど、そこら辺いかがですか。もう僕はとりあえず軽いです。軽さ、軽い、これ革より軽いし、はい、もうほんま1回目から痛くないんで、おもう絶対普段もおすすめしてるんですけど、松にこいつはスピードタイプじゃないんでこいつ多分言い訳するためにスピード遅いの革履いてます多分。なるほど、言われてますけど、どうですか松選手。そうですね、僕はまあ革が好きなんで、はい、革履いてるんですけど、うん、特にやっぱ真ん中の人とかは中盤のボランチの人とかには特におすすめかなって思います、はい、で司くんもにも僕もよくこういうの勧めるんですけど、はい、まあ、固くなりこっち履きますね、いつもいつも俺はもう人工が好きなんで、うん、ずっとその人工が好きなポイントっていうのはどんなところですか。革って分かんないですけど、はい、伸びるよね、雨の時に雨伸びたり、はい、あとなんか汗かいたらなんか重くなるイメージあるんで、ああそうですね、ディスってるみたいになっちゃうけど正直気持ちです、そんなの。そう、気持ちで変わんないから、変わんないよ。もう皮はもう全部弾いてくれるんで、あ、人工は確かに人工やっぱり、そう強いですもんね。そうですね、確かに雨の日強い強いね、あのあれも耐久性とかも耐久性ある。あ、僕結構ずっと同じスパイク履くんで、確かにあの高校時代からずっと人工でしたね。ずっと人工ですかね、はい、他のメーカーさんのやつもずっと。あ、ここそんな知ってるんですか。あ、僕あの激坂のにめっちゃ写真載ってるんで、あ、はい、広瀬すごいな。もう確かに1年の時から確かずっと人工ですね。人工でしたかね、はい、確か。やっぱ天然も良さありますもんね、もちろん。そうですね、はい、1回人工入ってた時に、はい、プロキャリアの2年目ぐらいで履いたんですけど、はい、やっぱ戻りましたね、革に。なんで履き心地がやっぱ全然違うっていうか、新品の時がやっぱ一番なんかどのスパイクもなんか新品やなみたいな感じあるじゃないですか、はい、人工人工もね、うん、だけどこう442だとなんか新品感がいい意味でないんで、うん、その初日からいつも通りいけるんで、おそれは特におすすめです。じゃあそこはもうどっちのスパイクも共通してるってことですよね。一発目からもうすぐ、はい、自分も履きやすいということ。一発目から。本当か。だって僕練習木金練習して土曜のルヴァン決勝履きましたから、ね。はい、あの青いやつの時ですか。はい、木金しか練習してないですけど、いけましたから。まあコーツつけがたいってことですかね。とりあえず、ね、どっちも良さがあって、どっちもなんか。もう本当おすすめスパイクっていうのは多分今年結果見てもらえれば出るかなと思います。やめろよ、俺と松でどっちが。いや、さすがプロですね、自ら点ってこと。点得点得点出場率、うん、得点率は違うよもうぜひ今シーズンの2人のご活躍も注目というところで、はい、また新しいスパイクともに活躍、あのぜひ応援します。ありがとうございます、はい、というわけで、あのまあ両方のスパイクそれぞれ良さがありますんで、ぜひあの店頭で試着してみて、自分の足に合うのはどっちかなみたいな感じでチェックしていただきたいなと思います。はい、というわけで本日はあのお忙しい中本当ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。スパイクマイスター小平でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとねむずいんですよね、縦回転と無回転のちょっとあれが。おお、かかってる。おお、すげえ。動いてるボールも余裕なんすね。すげえや。うおお。うお、普通やったら入ってるな。確かにちっちゃいんか、ゴール。ちっちゃいちっちゃい。どうなんすかね。インサイド。ここら辺すか。だから足首上振りにそうになります。おい。うわー、かかってるわすげえ。
うわ、入ってないけどすごい。ありがとうございます。ありがとうございました。